新日本フィルハーモニー交響楽団ファンの皆様、こんにちは、宮川明です。どうですか、私のこと、そろそろ認めてくださいましたか。新日本フィルハーモニーをこよなく愛する皆さんには、お邪魔虫と映ってるかも分かりませんけれど、そんなことないんですよ。実はクラシック、実は私はね、確かにクラシックだけやってる人間ではない、それはそうなんです。しかし本当に、クラシックのことを愛し、そしてその中の一番大切なことをポップスの世界に生かそうとしているんです。そしてまたポップスの世界の大事なことをクラシックの世界の、にもこう浸透させて、うまく、利用して両者のいいところを照らし合わせてですね、新しい音楽界をリードしていきたいと思っているんです。そういう、気持ちがあるオーケストラというのは日本に20何団体ありますが、ここしかないんです。それだけはもう明言します。皆さんもご存知でしょ、そのことはね。どんな曲をやっても、どんな、小学校の例えば何ですか、その体育館で演奏しようが、どんなお客さんがお迎えようが、新日本フィルハーモニーはもう本当毎回毎回一生懸命、何か面白いことはないかと自分たちで探るような、そんなオーケストラです。それを私も、そのオーケストラを私も愛し、彼らも私のことを愛してくれてるんです。ですからぜひ新日本フィルハーモニーを、昔から応援していた皆さんもぜひ私のコンサート一度だけ、もう空気感だけでもいいので、一度覗いて、確かめてください。皆さんに、その、賛否はお任せいたしますけど、ぜひ来ていただきたい。そして新しく新日本フィルファンになろうとしているあなたも、もちろん無条件でお迎えいたします。なんせクラシックの曲は一曲も演奏しないんです。まあどういうことでしょうか。一曲、あります。運命やります。運命やりますけど、最初の15小節だけです。急にマンボに変わります。まあどういうことかというのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれど、ぜひ一度この目で見て、耳で確かめてください。じゃ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 ーんとマンボナンバーファイブ、タッタッタッタ、これは実は同じ曲だったんです。同じ曲なんです。嘘だと思いでしたら、このあなたの目と耳で確かめてください。この2曲を同時に演奏します。ある瞬間コロッと手のひらを返して、そしていつの間にか元に戻っている、そういうことをやっておるわけです。新日本フィルが全力で楽しみます。メラ・ヨシカズさん、メラさんって言ったら、高音でお歌いになると思うでしょ。今地声でお歌いになってるんですよ。ですから一段とこの墨田区の皆さんにはまた親しみやすいお声で歌うんです。彼は今演歌も歌うんですよ。この歌が絶品です。これはもう私反抗します。お墨付き、ぜひ一度あなたの目と耳で確かめてください。そしてさらに平原誠さん、平原綾香さんのお父さんとして有名になっちゃいましたけど、本物のサックスの音、あなたの目と耳で確かめてください。どうですか、イケメン3人ね。イケメンが出ませんって紹介するとツッコミようがない雰囲気になりますんで、イケメン3人が出るコンサートとあえてご紹介いたしましょう。そして演奏は新日本フィルハーモニー交響楽団です。私の演出に身を委ねてください。ディナーとセットの件もあるそうです。それでは、ご来場お待ちしております。件が山ほどございます。皆さんこぞって意外と安いんですよ。それではあとはホームページの方をご覧、あ、これ見てるんだよね、これがホームページでございました。失礼いたしました。どうぞ皆さんで宣伝してください。満員のトリフォニーホールにいたしましょう。それでは。